ドイツと同じく全体主義のファシスト党が政権の座にあったイタリアも、ヒトラーの対外膨張政策に最初は懸念を募らせていました。1935年4月にはストレーザでイギリス、フランス、イタリアの首脳会談が開かれ、ドイツの対外進出に対して共同戦線で立ち向かうことが確認されました。しかし同年末に開始されたエチオピア侵略によって国際的に孤立したイタリアは、これを機にドイツへの接近を急速に強めていきました。ファシズムの台頭はフランスにおいても見られました。フランスにおいては他の資本主義諸国とは違って、1920年代の経済成長が1930年になっても終わりを告げませんでした。しかしいつまでも繁栄の孤島であり続けることはできず、31年末には恐慌に突入することとなります。しかもフランスでは恐慌からの脱出に手間取り、ここにファシズム台頭の一つの要因が見られます。1934年2月6日、アクション・フランセーズなどの右翼のデモ隊がパリのコンコルド広場を埋め尽くし、フランスもまたファシズムへの傾斜を強めたかのようでした。しかしこうした情勢に危機感を募らせた左翼勢力は、人民戦線の名のもとに結集を図り、36年の選挙における勝利によって社会党の指導者ブルムを主犯とする人民戦線内閣が誕生することとなりました。同年2月、スペインでもアサーニャを主犯とする人民戦線内閣が出現しましたが、7月にはスペイン各地で軍隊の反乱が勃発し、ここにスペイン内乱の火蓋が切られました。